皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の社会科、暖かい土地の暮らし沖縄県、3時間目の内容です。今回は暖かい気候を生かした沖縄県の観光と沖縄県が持つ課題について学習しましょう。では今回の目当てはこちらです。まずはじめに教科書52ページの資料1から資料4の写真やグラフ、沖縄県庁のカデカルさんの話を参考にして、沖縄県の自然環境と観光について分かったことをノートに書きましょう。それではどうぞ。皆さんはどのようなことが分かりましたか？白い砂浜が広がるビーチや美しい海、サンゴ礁などを目当てに観光客が集まります。資料4のグラフを見ると、沖縄県を訪れた観光客が年々増えていることが分かります。プロ野球やJリーグのチームが開幕前に行う長期間の練習であるキャンプも多くのチームが沖縄県で行います。これは暖かい環境で練習をすることで選手の怪我を少なくする狙いがあります。また外国からの観光客を増やすため、航空機やクルーズ船を増やしたり、さまざまな外国語の案内標識を設置したりするなどの工夫がされています。そんな魅力にあふれた沖縄県にも課題があります。教科書53ページの資料5から資料8の写真や地図を見て、沖縄県が抱える課題をノートに書いてみましょう。それではどうぞ。皆さんはどのようなことをノートに書きましたか？沖縄県が抱えるまず一つ目の課題は環境破壊です。資料5の写真は、地球温暖化により海水の温度が上がり、サンゴが弱ってしまって白くなっている様子です。その隣の資料6の写真は、土地の開発により赤土が海に流れ込み、海が汚れている様子です。そして2つ目の課題はアメリカの軍用地の問題です。沖縄県は75年ほど前の太平洋戦争で激しい戦場となり、多くの人が犠牲になりました。戦争の後もアメリカに占領されていました。1972年に日本に返された今もアメリカの軍用地が残されています。資料8を見ると、沖縄本島で軍用地が広い面積を占めていることがわかります。それでは今日のまとめです。沖縄県は1年を通して暖かい気候や美しい自然環境を生かした観光産業が盛んです。そんな沖縄県にも課題があります。まず一つ目の課題は、地球温暖化や開発などで環境破壊が進んでいることです。そして2つ目は、アメリカの軍用地が沖縄にたくさん残っていることです。今日の授業はここまでです。次回は
古くからの文化を守る沖縄県の様子についての学習と、この単元のまとめをしましょう。これで茨城オンラインスタディ小学校5年生の社会科、暖かい土地の暮らし沖縄県、3時間目を終わりにします。これからも勉強、ちばるよー。